もちろん稼ぎます。やり方は正しいやり方をして続けるだけです。ブログアフィリの実践ですね。ゴルフとかギャンブル、楽器はどうでしょうかと、あとグルメのジャンルどうでしょうかということなんですけれども、まあジャンルはいろいろあるんですけれども、まあグルメはですね、レシピサイトでちょっと強いところがあったりするので、そういうちょっとジャンルをずらすっていうところは大事かなと思うんですけれども、まあゴルフもですね、結構発信してる人いますよね。なので、ライバルが比較的強いのは、ゴルフとかだと思いますので、まあ、楽器は結構そんなに多くないかなというイメージです、ライバルとして。あとはそのキーワード単位でですね、弱いキーワード、ロングテールですね、必ず1年中検索される、そして長く検索される、長い期間検索されるものですね、トレンド的なその一瞬のものではなくて。で、ライバルの弱い、まだそのたくさんですね、強いライバルが書いてないジャンルを選ぶというのが、まあ、ランチェスター経営戦略になります。なので、まあ、ゴルフにしてもギャンブルにしても、楽器にしてもですね、グルメにしても、弱いところを狙っていくっていうのはもう鉄板の法則になっていきます。